ティッシュケースを折ります。これは白い方が上でも色のついた方が上でもどちらでも構いません。出来上がりの色が反対になります。白い方を上で折っていきます。三角に半分に折り、折り筋をつけます。一度開き、反対側を半分に折り、折り筋をつけます。一度開き、真ん中の線に合わせて、こことここ合うように、この線がまっすぐになるように折ります。反対側も同じように折ります。裏を向けて、この線とこの線が合うように折ります。その時にここの三角は折らないように、このように折ります。この時もこの線が合うように、縦の線もまっすぐになるように折るときれいに折れます。反対側も折ります。一度向こう側へ倒し、手前に倒し、一枚だけをここに合わすように折り、もう一度上だけをこのように折ります。反対側も同じように、一度手前に倒し、合わせて折り、もう一度折ります。そしてここの線に合うように向こう側へ折ります。ここは大体で構わないので、そんなに気にしなくても大丈夫です。でもここが目安になって、このように折ります。そして浮いてくるので、この中にしまい込んでしまいましょう。これでこの中にティッシュとか絆創膏とか入れてもいいかもしれません。色のついた方を上にしておると、この色合いが逆さまに反転します。これでティッシュケースの完成です。折り図での説明です。1、三角に上下左右に折り、折り筋をつけます。2、真ん中に向けて角を折ります。右の図のようです。3、裏返したら折り筋に合わせて折ります。この時下の紙は一緒に折りません。4、上の1枚だけ右に倒します。5、左に折り返します。6、もう一度折ります。7、6を折ったところの図です。右も同じように4から6同じように折ってください。8、点線のところを向こう側へ折り、出来上がりです。上手にできましたか？最後まで見ていただいてありがとうございました。